陽子ちゃんは人生何かこう変えた転機、まあ、なんかだらっと来ちゃったところも今になってみれば思うんだけど、やっぱりデビューっていうのが、うん、まあデビュー前のこう学生時代のお友達とも私は頻繁に交流が未だあるんだけど、うん、やっぱその人たちと一緒に行って、まあ、関係は変わらないけど、あ、なんかデビューしてなかったらまたちょっと違う人生歩んでたかなとは思ったりもするので、やっぱデビュー、ね、そもそも、うん、ごめん知りたいんだけど、陽子ちゃんデビューのきっかけは何だったの？どの説聞くみたいな感じで。いろんな説があるね。ちょっと待って、いろんな説がある。諸説ある中で、一番正しいのお願いします。一番正しいのは、スカウト。スカウトですね。うん。それもなんかまあ公開番組みたいなのを関西で見に行った時に、まあなんかこう芸能プロダクションの人とか、そういった人からまあちょっと声をかけられて、でまあそのままうやむやにしてたんだけど、まあいろんなこう偶然が重なって、で、あ、誰と誰が知り合いとか、そういうのが重なってもやっとなんだけど、そのこの偶然の数がすごく多かったから、なんか僕が見つけたっていう人がすごくいっぱいいて、なるほどね、うん、あ、じゃあそのスカウトにまつわるところにいっぱいの人が入っちゃってるんだ。そうなの。だからももこちゃんがこうももこっていう雑誌でね、うん、なんかこうパッと出てきたのはもう正しいと思うんだけど、うん、私少年マガジンがあるっていうか、そうだそうだ、ミスマガジンでしょって言われることもあるんだけど、違う？うん、そっか。あ、でもね、私もももこじゃないんだよ、デビューのきっかけは。本当？うん、そうだ、やっぱりねスカウトなんだ。なるほど ね今だから話せるって話ですけれども。